そ。くそ。作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン。エレン、ついてきてほしい。どうして私がわからないの。いや、作戦は失敗だ。頼んだ。撤退するぞ。待て。撤退はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせず、どうやって巨人に勝つ。生きられる方法じゃなきゃ私が知るわけない。なら俺たちはあの人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。生きられるのは勝者だけ。しのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。頼んだ。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。いいところに仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。
手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。救援要請か。待ってろ。高速用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。ごめんなさい。巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。ミカサ、悪い。コニー、無事でよかったぜ。怪我はない。なら、一緒に戦って。ああ。けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため、仲間を集めている。なら、俺も手伝うぜ。よかった。ついてきてほしい。前の縁談が出たのに、まだ巨人の誘導任務を続けてんのか。捕らえた。
ぜ。アルミ、ミカサ、作戦は？エレンはどうなっているんだ？エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないので、エレンを守っている。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。もう一押し。